Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of Ajikuta Radio on FM 76.1. Coming at you, Ajiraji. さあ4時を回りました。12月1日木曜日です。アジクータラジオ生放送の時間、今日のお相手 DJ モーリーとやらあゆみです。こんにちは。さあ2016年のラストの月ということで、はい、FM コザの中のカレンダー2枚もですね12月が登場してますけれども、おー12月突入ですね。1年の初めのことってあんまり覚えてないと思いますけど、はい、でもあっという間にこの12月っていうね、師走に来ましたね。本当ですね。いやあっという間すぎです。今年が私は一番早かったような気がしますね。なんか、あ、そうですか、はい、いろいろ新たなことにチャレンジした年だったので、うん、1月はもう何といってもこのラジオの勉強したいということで、はい、ラジオのこのアジラジに1月からスタートしましたけれども、うん、それからなのでもうついにじゃあ12ヶ月目だ。そうはですね、もう少しで1年って考えたら本当にあっという間ですね。もうあれですね、やっぱりこう雰囲気なんでしょうね、はい、存在感なんでしょうね、はい、もう2年ぐらい前からいるような感じでしたけどね。本当ですか。もう本当ですか。重鎮重鎮重鎮醸し出してますなんか嬉しいのか何なのかって感じですけれども。いやそうでしたね、1月の末ぐらいからね、はい、そうなんですよ、初アジラジで1月下旬ですね、28日ですね、でしたけどもね、はい、もうどうですかこの12ヶ月目突入ですけれども。ねえ、まだまだ難しいなっていうのがいっぱいあるんですけれども、僕覚えてるのは、はい、もう本当にあなた勤勉だなと思ってたのが、はい、喋って気になったこととか、またこうかけた曲とか、はい、どんなことを喋ったのかっていうメモを止めてたじゃないですか。あ、はい、そうですね、これずっとねページをこうノートがあってページをめくって、はい、カキ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 してたんですけど、はい、なんだろう、半年過ぎた頃ぐらいからめっちゃ余白が目立ってきたんですよね書くことがなくなってきたんでしょうね。めっちゃ見てるじゃないですかそれ。いやちょこっとね、ちょっとやめていただいていや本当に、ね、多分書くことないんだろうなと思いながら、はい、いや書くことは満載なんですけれども、はい、もうね、うん、もう書くというよりもモーリーさんとの話にできるだけ集中した方がいいからってだんだん思ってきたり、うん、それでね、調和を大切にしようと思って。なるほど、うん、いやでもあれですね、ツイキャスのやり方だったり、はい、ユーストリームのカメラのこう見方だったりとか、はい、最初のね戸惑いからはもうだいぶ慣れましたよね。あ、嬉しいです、そう言っていただけると。うん、だんだん慣れてきた感じですね。ね、だんだんと。そうですね。まあとにもかくにも12月、うん、まあ今年のラストの月ということなんですが、はい、来年の干支の鳥の青森ボトルっていうのが干支ボトルかな。はい、もう正弘酒造さんの方で、もう今急ピッチで進めてるらしくて、もうこの新年に合わせて。そう、来年の準備ですよもう。早いですね、うん、なんかいろんなところではね、しめ縄作りとかなんとかのニュースもありましたけどね、はい、どんどんなんかね、クリスマスだったりとか、もう師走だなって感じがしますね。どんなですか来年の準備とか、またはこう12月、うん、クリスマスの準備とか、その辺どうでしょうか。いやなかなかまだまだですね、準備というか、うん、だんだんクリスマスのなんかリースとかを買おうかなとか思ったり、そういうのはね、なんか思ったりはしてますけどね、え、うん、もう今日の朝刊またはこうチラシ見てると、はい、もうそのクリスマスの冬の、はい、まあ商品なんかがね、ずらっとこう並んでて、うん、でまた洋服のファッションのコーナーなんかも、はい、ダウンジャケットが出てきたりとかね。そうですよね、コートがね、うん、いろんなコートがねありますよ。またまあこれからどんどんね肌寒くなっていったらいいんですけども、まあ今日はまた微妙じゃないですか。そうですね、なんか蒸し暑いというか、うん、なんですかね、寒いなんか生ぬるいというか、うん、そこまで肌寒いっていうよりはちょっと昨日よりは気温上がったんですかね。どうでしょうね、うん、まあ、後ほどその天気の情報もお伝えしていきたいと思いますが、はい、今日の番組のテーマはですね、一曲お届けした後に発表していきたいと思います、はい、もうツイッターの方ではね、もう今日珍しく1時間前に更新したので、素晴らしい、リスナー皆さんにはね、ツイッターつながった皆さんには届いてるかと思いますが、はい、そのテーマに沿ってのメッセージもお待ちしています。お願いします。アジラジ木曜日、今日もスタートです。さあ今日はちょっと雨の木曜日になってますけれども、はい、足元悪いですからね、運転中の皆さんは安全運転よろしくお願いいたします、うん、アジクーターラジオ、今日のオープニングいきましょう。アジアンカンフージェネレーションでディライト。
木曜日、今日のスタートはアジアンカンフージェネレーションでディライトからお送りいたしました。この放送はお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディスクリニック株式会社ティーダカンカン不動産の提供でお送りします。さあ、木曜日12月の1日ということで、2016年の最後の月、12月の最初の日ですけれども、はい、もうなんかこう捉え方の問題で、うん、今年あと30日しかない、うん、または30日もある、うん、というね、いろんなこう捉え方がありますけれども、どうですか？もう30日しかないって感じですかね。もうやらないといけないこといっぱいある、やらないといけないというか、もうあっという間にもう今年が終わっちゃうんだっていう感じですね。早いでしょうね、これからね。あっという間ですよ。12月になりましたから、あっという間です。さあ、さあ今日は、はい、流行語大賞発表の日らしくて。そうなんですよね、午後5時からの発表だということですね。はい、ノミネートがいくつかありましたけれども、30ぐらいありましたか ね、うん、何になりますかね。何になりますかね。ちなみにモーリーさんはその中でどれが好きとかあります？いや、もうピコ太郎がやっぱ出てくるんだよ。はい、いろいろ何かなって考えた時に、ピコピコって出てくるもんで、ピコ太郎だけに、はい、もうその存在をちょっと化粧するんだけど、でその瞬間テッ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 ね、子供たちも大人気ですけれど もう君の名はとかもありましたよね、映画ね、映画のね、はいはいはい、君の名はもうノミネート確かされてますし、はあ、あとゲスなんとかとかとかね、はい、春先、まあ、2月3月ぐらいですか。そうです ね年明けから結構ありましたけれど も、まあ、そんなこんなで、はい、今日の番組のテーマ、じゃあ、うん、矢田さんの方から発表お願いいたします。はい、ではいきます。あなたにとっての今年の流行語。はい、あなたにとっての今年の流行語。そうですね、このノミネートの中で自分が一番印象に残っている言葉、これだっていうのでもいいですし、うん、またその以外でもですね、今年は特に自分の中でこの言葉が流行ったなっていうのでもいいので、
どしどし皆さんメッセージをお寄せください。ちなみにやらゆみさんの中では何なんですか？私はですね、何かなって考えて、そうそう、アジラジっていうのも思ったんですよ本当かよ、ゆくさよ、アジラジっていうのも思ったんですけど、はいはい、あの今年からあの3月からアナウンススクールの講師を私はさせていただいていて、ほうほう、特に今まで以上に日本語にはかなり気を使うようになりました。まあ、先生ですからね、いつもね。そうなんです。ということで、あの今までね、マスコミ業界にいたら了解です、了解しましたってやたらと使うんですよ、うん、使ってた。もうかなり私は一日何回も了解しましたっていうのを使ってたんですが、あのこれは実は目上の人にはあまり了解しましたっていうのは使ったらいけないというか、うんうんうん、あのご苦労様でしたみたいな感じで、まあ、お疲れ様でしたはいいですけど、お疲れ様でしたに変えたりとか、おうおうおう、了解しましたも目上の人にはなかなかあんまり言ったらダメということを知りまして、はあ、ということでかしこまりましたとか承知しましたに変えました。もうガラッと。あ、今年変えたんだ。そう、今年3月ぐらいにそれを知りました。あ、そうなんだ。ちょっと恥ずかしながらそれを知りまして、なのでもうやたらと今年は承知しました、かしこまりましたを言ってた年でしたね。まあ、じゃあ徹底してってことね。徹底してね。で、あなたとのこのメールとかのやり取りで、はい、承知しましたって来てたから、はい、うわこれ侍やさって思ってしまったわけ僕の捉え方としてはちゃんとしてるなと思って、はい、俺メールとかのやり取りでさ、承知しましたって返ってきたことがないわけ。本当ですか？承知いたしましたとか、はい、拙者がつくんかなって思ったぐらいだったわけ最初は。でもまあそういうね経緯があって、正しい日本語、はい、っていうことなんですね。モーリーさんはね、もう先輩でもありますし、未来の人にはもう承知しましたが、かしこまりましただなっていうことで、了解しましたはなかなかね使ってないですね、もう今年は。なるほど。じゃあもうこの、まあ、自分のこう肉声でよく使っていた言葉を改め直したっていうことですね。本当ですね。はもう言いそうになるんですけどね、了解とかね、うん、言いそうになるんですけども、うん、もうこれを OK ですとかに変えたりとかしてね了解って言いそうになったらもう OK ですとかに変えたりして、もうできるだけね、あの間違った日本語使わないようにっていうのを心がけた年ですね。あ、まあでも全然自分の中でね、解決に至ってない間違った日本語っていうのもたくさんあると思うんですよね、うん、本当にあると思います。あ、だからこれ知らずに使ってるっていうのはね、そう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 、知らないっていうのは一番怖いですからね、うん、もったいないですからね。なのでね、ちょっと私たちのね、はい、特にねこうやってね、あの人前で話すというね、うん、世界にいますから頑張っていきたいなということですね、うん、なるほど。さあラジオ聞いて皆さん、あなたの中の流行語大賞は何なんでしょうか、はい、メッセージお待ちしています。メールは761@fmkoza.jp をお待ちしています。 JP でお待ちしています。テントウさんがツイキャスで、ピコ太郎のオマージュでギボ太郎を作り上げてみたら、某新年会用にということで。ギボ太郎ってなんか響き嫌ですね響き嫌というか、はい、インパクト大ですよね。そうですね、濁点ついてるし、はい、ギボ太郎ってでも合いますね。あ、合うんですか意外と。いいんじゃないですか。お、いいんじゃないか発言。ギボ太郎でぜひ忘年会で欲求やってほしいあのペンとリンゴを持ってペンとリンゴを持って、はい、ペンアイアップル。全然その時点で言えてないですからどれだけ滑舌。あんまり知らない、はい。正しい日本語を理解していない目の前にいる目上の人ということでいただきました。はい、もう一つ一つですね、うん、覚えていきましょうということでね、うん、はい、僕もあれですよ、もう肌寒いを一切使わなくなりましたからね。素晴らしい。肌寒いにしてますから、まだ自分のものにしてないね。あ、本当ですか。違和感あるから、うん、どんどんであの腑に落としてね、うん、使っていきましょう。腑に落としてね、はい、はい、わかりました。さあ今日の番組のテーマ、あなたの中の流行語大賞、こちらでメッセージをお待ちしています。さあ時刻は4時17分になりました。続いてのコーナーです。さあ今日もやってきましたメッセージのコーナーです。このコーナーはアイレディースクリニックの提供でお送りします。さあこれ先週の、まあ、琉球新報の記事を紹介していきたいと思いますが、これ海外の話題なんですね。こうインドネシアの話題なんですが、日本の大学生が電車の中でなくした携帯電話が遠く離れたインドネシアの首都ジャカルタで見つかりました。車両がジャカルタに輸出され、若い鉄道員が偶然発見したためだということです。
落とし物をめぐる起源がきっかけで、日本とインドネシアの2人の若者が友情を育んでいます。昨年12月 JR 南武線の車内に携帯電話を置き忘れたのは横浜市内の大学に通っている野田翔太さん。半ば諦めかけていた今年の1月 Facebook に携帯電話を預かっているとの英語のメッセージが届きました。野田さんの携帯を見つけたのはインドネシア鉄道会社の技師シャリ・ロクマットさん。南部線の中古車両が陸揚げされたジャカルタの港で点検中、座席と背もたれの間に挟まった携帯と学生証を発見。ジャカルタ首都圏の鉄道では JR や東京メトロなどの車両が再利用されています。大切なものだと思った。ロクマットさんは持ち主を特定できないかとツイッターに学生証の写真をアップ。それを見た日本の鉄道ファンが大学に問い合わせ野田さんを突き止めたということです。野田さんは7月にジャカルタを訪ね、ロクマットさんから携帯と学生証を受け取ったということです。思っていた通りの信頼できる人で会えて嬉しかったと野田さん。8月にはロクマットさんが日本を訪問、今度はロクマットさんが地下鉄日比谷線でカバンを忘れるハプニングがあったが無事見つかったということです。はい、ということで、まあ日本の学生さんなんですけどね、南部線に乗ってて昨年の12月にで学生証と携帯電話を忘れてしまったということなんですね。で、まあ、その車両自体がジャカルタに輸出されていて、でまあこの野田さんはもうずっとこうね探してたんだけど見つからなかったと。ただこうフェイスブック、あ、ツイッターをね通して、いろいろこう、この人知らないかと写真をね拡散した結果、日本のこう鉄道ファンに引っかかり、そのファンが大学に問い合わせをして、野田さん発見に至ったということなんですね。いや、こうやって日本で使われたものが海外に行って今どんなことで使われているのか、またはね現在動いているのかどうか、この辺もですね本当にこう僕らはあんまりわからないところもね多いんじゃないかなと思いますけれども、まあそういったこう再利用がきっかけで、また人のね優しさがきっかけでつながったということですね。日本に住む22歳野田翔太さん、そしてインドネシアに住むシャリ・ロクマットさん、まあ、この2人が、まあ、熱い友情がね、絆が深くなったという話題をお届けいたしました。JR で携帯紛失、ジャカルタで発見。今日のメッセージはこちらの話題を紹介いたしました。このコーナーはお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディースクリニックの提供でお送りしました。さあ、アチクーターラジオ、今日の番組のテーマはあなたの今年の流行語大賞、こちらでお届けしております。メールもいただいております。ラジオネームともぶんさん、DJ モーリーやらみーこんにちは。アジラジネームともぶんです。やらみーお久しぶりです。今日はやらみーニュースのネタがないからごめんね。てかあのコーナーまだやってる？厳密に言うとここ最近やってない。さて、流行語、ゲス不倫、スマップ解散、清原逮捕と1月からババッと芸能界は慌ただしい感じだったけど、文春が流行語かな。天熊からネタを持ってきてすごかったさね。はい、ということでラジオネームともぶんさんからいただきました。確かにね、いやもうこれもう去年とかの話だったんかなって思うぐらい、今年の年が明けてからのね、急にこう飛び込んできた話題でしたよね、確かね。いやー、いろいろあったな、しかし。さあ、こちらも行きましょう。ラジオネーム MJ さん。ハイサイ、スマイルスマイルのお二人さん、MJ です。
今日雨でなんかムシムシする感じがするさ。して僕の中の今年の流行語ですか、もちのろんとすっぴんですね。あ、そうですか。あ、それ嬉しいですね。あ、もちろんろんも今年からか。そうだね。あ意外ですね。もっと幅広く、探していただいてもいいんですけどね。はい。でもあと1ヶ月でまた何かやらかしそうだね。期待してるよ。ということで、ラジオネーム MJ さんからいただきました。はい、ありがとうございます。まあ、やらかすっていうかね、別にやらかすつもりは何もないんですけどね。なんでしょうね、これね。さあ、肝心のやらさんがスタジオにいないんですけれども、どちらに行ってるんでしょうか。はい、もしもーし。あ、もしもし、モーリーさん。さあ、やらあゆみさん、今どこですか。やら散歩どこですか、今。今ですね、いろいろとブラブラしてたんですが、普天間高校の生徒の皆さんにばったり遭遇しまして、今、普天間高校の皆さんに囲まれてるところなんですけれども。普天間高校のみんななんだ。そうなんですよ。通りをね、今まで劇を沖縄市民会館で見ていたということで、もうその帰りで皆さんね、ずらーっと制服姿でね、いらっしゃるんですよね。本当に初々しくて、とても可愛らしいエネルギッシュの皆さんです。ちなみにバレーボール部の皆さんに今囲まれております。なるほど。はい。ちょっとじゃあ、インタビューしてみたら？そうですね。インタビューではしてみましょうかね。はい。天満高校の何年生ですか？勉強好きですか？はい。一番何がいいですか？中学ですね。本当に。何をやってる時が楽しいですか？部活してる。部活、バレーボール部ということで。モーリーさん、何か聞いてみたいことってあります？そうだな。なるみ先生っているって聞いて。なるみ先生っているって聞いて。なるみ先生って言うだそうです。なるみ先生、女性ですか？そう、女性の先生。何の先生？バレーボール部？ふん、じゃない。なるみ先生って言うって、女性の先生。あ、なんか皆さん知らないみたいですね。いないっていうことが。すいません、なんか横に首を振ってます。じゃあ好きな、ね、今日のテーマが流行語じゃないですか。はあ、で、高校生で流行っている流行語をぜひぜひ聞きたいなと思ってて。なんだろうね。ねえ、なんだと思います？あ、わかった。了解の了。あ、了。皆さん了解の時、了って言いますか？実際になんか皆さん使ってるみたいですね、了って。あ、そうですか。はい、おう、ねえ、流行語なんだ、流行語。なんか流行語なんですか、高校生の間で今流行ってる流行語は。なんでもいいよ、なんでもいい。なんでもいいよ。マンジ。マンジとはどういう意味？かっこいいみたいな。絵文字です。いえ。ということで、絵文字でマンジ。全然やりとりが聞こえない。え？マンジってどういう意味ですか？マンジ。かっこいいみたいな。あ、かっこいい。あ、じゃあ最高級の時に使うときってことですか？とってもっていい？かっこつけるときの絵文字みたいな。かっこつけるときの絵文字みたいな。かっこつけるときの絵文字みたいな。はい。へぇー。なんか、メールのときに使う。まんじ。はい。どういうときに使う？俺かっけえ、まんじ。あ、自分で言うんですね、これ。自分で言うんだね。あ、自分自身で、自分がかっこいいなと思ったら、俺かっけえ、まんじって言うんですか？とか、はい。とか、相手がやばいときに、あ、なるほど。相手がかっこいいなと思ったときも、ちょっと感動したときに、あ、かっこいいな、まんじって言うみたいです。へぇー。面白いですね。他に普天間高校だけで流行ってる言葉とか、沖縄の言葉でもいいんですけど、何かあったりします？何？ねえ、高校生の間で今流行ってる言葉とか、よくどういった言葉とか使うのかな？なんか感動した時とか、なんかとってもとかっていう時、なんて言うんですか？
あ、めっちゃ、めっちゃ、あ、それは皆さん一緒ですね。なるほど。なんか、まんじっていう言葉がやっぱり今流行ってるみたいですね。流行ってんだね、普天間の中でね。ねえ。おあの、じゃあ最後に、はい。将来の夢を聞いて終わりましょうか。はい。では、将来の夢を、5人ほど聞いてみたいと思います。はい。将来の夢は何ですか？小学校教諭です。おすごい。はい、そして続いては、将来の夢は何ですか？保育士です。保育士、いいね。はい、そして続いて。保育園の先生と幼稚園の先生になることです。おすごい、皆さんしっかりもうすでに夢を持ってるんですね。すごいね。うん、他に夢持ってる人、他に将来の夢持ってる方、なんか芸人とかバレリーナとかっていうなんか答えも返ってきてますけれども、はーい、はい、あっちでね流れてるんですよ今声がね。あ、ちなみに今どこにいるの？あ、今ですね、初向かいぐらいにいます。結構斜めの向かいぐらいにいます。あ、もう結構じゃあスタジオが近いんですね。はい、スタジオ近くにいます、ね。なるほど。はい。あの、キングスの旗が立ってるとか。あ、じゃあ、あれかな、僕の方で、僕の方で呼びかけてみようかな。あ、いいですね。じゃあ、あの、普天間高校の皆さんって言おうかな、今。あ、行ってみてください。では、お願いします。普天間高校の皆さん、お、聞こえました？ちょっとあっちまで行ってます。微妙な空気になりましたね。いや、すごい。皆さん、あの、すごいすごいって、歓声が上がってますよ。あ、じゃあもうあれだ、今、こう、間違い度みたいになってて、矢田さんが今、普天間高校の皆さん引き連れてくるんだ、今。そうです、そうです。わかりました。見えますか？あ、見えた、見えた。さあ、スタジオの道向かいに普天間高校の皆さん、約10名かな。います。そうですね、もう10名ほどいますね。見えるかな、あっち ね、 ね、本当に元気いっぱいの笑顔あふれる皆さんですけれども、すごい。のりさん見てみてどうですか？見えない、まんじ、まんじ、まんじ、もうそんな時に使うんだよ。のりさん見てみてどうですか？すげー、やらいみさんが先生に見えてきた。すごいね。のりさん引率だね、引率の先生だね、本当にね。めっちゃまんじ、めっちゃまんじ、めっちゃまんじ。よかったです、よかった。夜渡り上手の普天間高校皆さん、ありがとう。本当に今日はありがとうございました。はい、すごいね。あ、こういう風に使うんですね。上げてください。ありがとうございました。いやー、今のね、やらみさんのね、この引率の具合をね見せたいんですけれども、まあ、普天間高校の皆さんの間ではこのまんじという言葉が非常に流行っているということなんですね。ラジオネームともぶんさんから、まんじが流行ってるわけ、アラフォーには男塾のまんじまるしかわからんやつさ、AK の読書とかて、てかモーリー、普天間高校の皆さんって呼びかけてまんじ滑ったな。あ、もう電話も切れた。はい、ということでいただいております。はい、まんじね。はあ、どこ発信なんでしょうね、一体ね。さあ、スタジオには矢田さんですけれども、普天間高校の皆さんだったんですね。そうなんですよ。うん、普天間高校の皆さんがね、はい、もう元気よく登場しました。そうですね、ちょっと息上がってないですか？はい、ちょっと息上がってます。歩いただけですよね。そうですよね。大丈夫かな？大丈夫ですか？ちょっと息切れしてますけれども。でも本当に元気いっぱいでね、なんかパワーをもらいますね。うん、あのこの、東京というか、うん、あの全国的にもまんじっていう言葉が確か高校生の間でノミネートされてたんですけれども、その中でやはりあの一番心にというか、うん、特に使ってるものはやっぱりまんじみたいですね、あの沖縄でも。あ、そうですか、はい、あ、これ全然知らんかったな。ハイゼットさん、まんじって何？まんじなんてまんじ固めぐらいしかわからないけどね。カデナ高校の妹にも聞いてみようさ、ぜひぜひ。めっちゃまんじって、オールドスタイルのプロレスではしか使わないけどやということでいただいております。はい、
いや面白いですね、うん、高校生やっぱり私たちが普段全然わからない言葉とかで使ってるんですね。なんか万字固め の、 あの絵文字とかを使うみたいです。あの神社にある、はい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 、あれを絵文字で使ってめっちゃもうこの万字っていう絵文字を使ったりするみたいです。ああそういうことね、はい、じゃあ言えばひらがなで万字って入れればあの文字出てくるのかな。そうそうそう、あそうかもしれないですね。おいやでもあなたがね本当に引率の先生にしか見えなかったですよそれはどういう意味ですかいやいやいや、先生と生徒だなって思いました。あ本当ですか、うん、まあそれぐらいね年が離れてますのでね、うん、あのなるみ先生は全く皆さんわからないということで3級かなじゃあ、ね、あそうなんですね、はい、そうですか、うん、あじゃあこの沖縄市民会館で、はい、演劇を見てきたってことですかね。何かあのボクサーが主役の、うん、主演のですかね、何か劇を見てきたということでした、はい、何でしょう ね、 ね、ピーチベルシルバーモーリーやるみリスナーさんこんちくび、マンジって昨日ちょうど YouTube 見てるときに知った、おマジマンジということで、あやっぱりあるんですね。全然わからないな、ね、全くわからなかったです。りょうはやっぱり使ってるみたいですよ。あやっぱ使ってんだ。了解のりょうは皆さんもう先ほども話してたって言ってたのでりょって使ってたって言ってたのでりょ丸丸うわまあ了解をね、うん、訳してりょっていうことを使ってるみたいですけどもね、はい、普天間高校、まあ、沖縄中部では、このマンジが流行ってる、うん、ということですね、はい、もう一つハイゼットさんモーリーさんヤラミーさんハイサイ、はい、流行語か自分は正規さんのわからんけどよが映って結構使ってしまっています事務員さんに明日は出荷こんだけ入ってますけど出せますかね、どんなかな、まあ在庫あるけどおトゥイスーバー系だはずよわからんけどよ的な感じ、結構使ってしまっていますということでいただいております。あなんか想像つきますね。正規さんわからんけどよって確かによく言ってますよね。よく言ってるよ多分1日100回くらい言ってると思うよそんなに本当によく言ってる。あじゃあ間違いなく正規さんの流行語はもうわからんけどよっていうことでリスナーさんにまでも、うん、あの映るぐらいってことですもんね。ぐらいでしょうねだ本人もね分かってるかな、やっぱりね口癖ですからね、うん、そんなあるかもしれません。もしかしたらもう分からなく使ってるかもしれないですね。でも本人もあの正しい日本語っていう壁にぶち当たってるみたいですよ、うん、へえ、うん、珍しい、うん、自分には必要ないって言ってましたけどね前。あそうはい言ってましたあそうですか、はい、いややっぱり何でもかんでも、うん、言葉を発せればいいわけじゃないっていうところに今たどり着いてるみたいですよ。大人の階段をだんだん上がっていってるわけですね。みたいみたいみたい、はあ、ちょっと今度ね正規さんとその辺を喋ってみたいなと思います。だからね、うん、12月の、ま、来週再来週あたりでね、はい、やらいみとまた、イラミの正規のコンビの放送の日をね、はい、設けていきたいなと企んでおりますのでねえ、はい、楽しみにしておりますが、これちょっとね楽しみにしていただきたいなと思います、はい、さあ今日の番組のテーマは今年のあなたの中の流行語大賞でメッセージをお待ちしています。ラジオネームハイゼットさんのリクエスト2PM I'll be back。
すっぴん。さあ4時40分になりました。毎週お届けしているすっぴんのこのコーナーですけれども、もうあれですね、すっぴんの中身よりもこのオープニングになんかみんな注目が集まってるような、そんな感じがしますね。そうですね、はい。さあ毎週 FM 講座のスタッフの、まあ、音楽大好きなミークの登場ですけれども、はい、今日のアーティストに行く前に、はいはい、先週土曜日に、はい、ミークの土曜日の番組に、うん、はい、なんとファンキーモンキーベイビーズの元うん、メンバーのモンキーさん、うん、はい、がいらっしゃってたと。はい、来てくれました。どうでした？もうやばいですよ、嬉しすぎて、はい、もう興奮冷めやらぬですね。もうね、多分本当にもう興奮の蓋を開けそうで、うん、僕月曜日からあんまり降ってないです話を。うあえての今日にちょっと、ね、撮っておこうかなと思って。出た。確かにね。いやー、もうですね、夢のまた夢のことが実現してしまいまして、でまた来てくれると。言っていたので、はい、もう夢心地みたいな感じですか。本当です、もう眠れなかったです。あ、前日、終わってからですかね、その土曜日の夜は眠れなかったですね。日曜日も。ちなみに、はい、結構人ってやっぱり来てました。そうですね、ギャラリーも結構来ていただいて、はい、はい、でちゃんと丁寧にファン対応もしていただいて、気さくに、もう本当にもう最初の第一印象っていうのはどんな感じでした？もうモン吉さんが目の前に登場した時、ですね、いいんだって思いました。なんかもっとちゃんとこうマネージャーさんと挨拶をしてから会うのかなって思ったら、はい、一番最初に来るんですよ。あ、じゃあ直接ご本人がもうお一人でいらっしゃって、はい、あ、マネージャーさんとかと来るんですけど、はいはい、第一にそのモン吉さんが歩いてくるんですよ。このまま話していいのかなと思って、と思って、確かにちょっと戸惑いますよね。そうなんですよ。でなんかこう、なんかいろんなこと聞いてもいいですかっていうの、何でも答えますんで何でも聞いてください。あ、いい、はい、なんでいいですね。放送中ももっとですね、モン吉さんについて話したかったんですけど、二人で話していったらやっぱりどんどんどうしてもファンモンの話になっていってしまって、それでもすごい楽しそうに話してました。はい、いやー、なかなかない貴重なね、はい、もうこの音楽好きのミークーさんだからこそ叶ったのではないかという、そんなところですよね。ねえ、でそのこう、はい、あのモンキーさんがいらっしゃった時に、はい、まあ、かけていた曲にミラクルがあったんですよね。そうなんです、まさかの偶然がありまして、 FM 講座になんとお宝の音源があったんですよ。なんかですね、お宝、はい、私はやっぱりその人を紹介するっていうことで原点を振り返ってほしいなと思って、はい、メジャーのデビューシングル、そのまんま東へっていう曲をモン吉さんが登場する前に流したんですけれども、そのまんま東へがなんかですね、偶然この FM 小座にあるものがそのデビュー前に作ってた音源。すごいよね。デビュー前に作ってた音源が FM 講座にあったんですか？はい、あったんです。なぜですかね。あの沖縄にも来たことがないって言っていて、なのにあって、しかもその本当に配ったものしかないので、この CD 化もされてないし、私も欲しかったやつなんですよ。じゃあもう本当になんか縁と縁がつながって巡り巡って、、はい、どなたからかの手からのこの FM 講座の方にねえ、ということなんでしょうね。もうオリジナルの音源がってことですよね、うんうん、なんで歌詞もちょっと違うっていう、うん、それ相当貴重じゃないですか。はい、もうすぐデータもらいました。モン吉さんの反応もね、もうすごかったんじゃないかなと思いますけれども。そうなんですよ、すごい当時を振り返ってました。まあ、いろんなこうミラクルがつながって、うん、はい、まあ、無事先週の土曜日の午後何時からでしたっけ、番組ですか、3時からです。3時からの放送、はい、じゃあ過去の音源もユーストリームと YouTube で見れるのかな。はい、見れます。はい、詳しくはこちらもよろしくお願いいたします。はい、さあ、その先週に、まあ、沖縄市の方でライブがありました。あるアーティストの紹介ですね、今日ね。はいはい、そうです。今日はデフテックさんの音楽を紹介しようと思っています。はい、曲名がですね、すみません、私調べてもちょっとよく分かんなくて、うん、音楽ミュージックって読むのかなって思うんですけど、ひらがなで音楽、アルファベットでミュージックって書く曲です。これはですね、そうなんです、土曜日ミュージックタウンでライブをしていたんですけど、うん、当日モーリーさん、そのゲート通りであった
イベントの司会されてたんですけど、はい、カーニバルですね、はい、なんかファンの様子とかってどうでしたか、うん、いやもう3階のそのホールの、まあ、階段のところ並ぶお客さんの流れがあって、うんうん、でその下でやってるイベントをこうみんなこう眺めてるみたいな、へそんな感じがあって、あじゃあもう中に入らなくてもそこからも見てる人もいたってことですね。そう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 、で下であのバンドやってる方がいたんですけど、そのやってる方が、まあ、メインまあ、最終の鳥だったんですけど、その鳥やってる時にデフテックのお客さんがこう下に降りてくるみたいな、もういても立ってもいられなかったみたいな、あもうあのデフテックのライブが終わったから、ね、あ終わったから終わったからこう流れてきたんだけど、すごい人でしたね、はい、これね、本当ですか、うん、いやデフテックもね本当にファンがね、うん、多いですからね、沖縄ってどれぐらいぶりなんですかね、どうなんですかね、でもアルバムは去年から1年に1枚っていうペースで出してるって言ってたので、多分デフテックはですね一昨年ピースフルに来てますね、うん、あそうですか、うん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 、じゃあそのデフテックのその音楽という曲、うん、はい、この曲なんですけど、私実際デフテックさんはもう人並み程度しか知らなくて、で、なんですけど、そうですね、この音楽を好きな人だったら、うん、デフテックさんのこの曲大好きなんじゃないかなって本当に思うんですよ、はい、でですね、この曲はそうですね、歌詞を抜き出して紹介すると、うん、音楽がなくても生きていけるけど、そんな世界じゃあまりにも寂しいからっていうことなんですけれども、うん、私も音楽を好きになってこんな夢が叶ったとかいろんなミラクル経験して、うん、どん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 人生が楽しくなっているんですけど、デフテックさん一回解散したこともあって、はい、そこから再結成を経て今活動している、でその解散したからこそもう今度は解散しませんみたいな感じで、うん、もう公言して頑張っているんですけれども、一回音楽を離れた人だからこそ音楽の力も分かると思うし、うんうん、すごいみんなの心に届くんじゃないのかなって思うので、ぜひ皆さんに知ってほしい曲だなと思い紹介させていただきたいと思います。じゃあ曲紹介お願いいたします、はい、デフテックさんで音楽ミュージックです。さあすっぴん、このコーナーは FM 小座のミークの登場でした。ありがとうございました。ありがとうございました。
モーリーさん、エミさん、皆さんこんにちは。こんにちは。ラジオネームワオのカオリーだよ。はい、ありがとうございます。早いことにもう12月で、今更ジタバタしてもね。して今日のテーマ流行語、うん、何があったかな。ペンパイナッポーアポーペン、アッポーペンのインパクトが死に強くて、はい、外の用語が書き消されている、うん、アジラジではね、私が受けた用語はやっぱりヒョロノッポじゃない。また思い出したメールするさね。最近金曜日毎週報じでアジラジが聞けないさ、いら皆さんによろしくということでいただいております。うーん、はい、ありがとうございます。ヒョロノッポでそうです。ヒョロノッポ、はい。当の本人は何とも思ってないですけどね。本人が言い出したんじゃなかったですか、これ。いやいや、これ自分で言うわけないさ。自分でヒョロノッポって言ってたような気がするんですけど。もうこれはね、青の軍団さんとか、はい、いろんなこうリスナーさんが、僕をね突っ込むときに嫌なヒョロノッポやーとか、このヒョロノッポひゃーとか、いろいろね、まさにですね、うんうんうん、素晴らしい。いろいろ出てきますね、義母太郎から、いろいろ出てきますね、いや、モーリーさん的には自分の中で今年流行ったというか、うん、よく使ってたなって言葉ってあるんですか。言葉、ね、もう死に真面目なんですけど、はい、ゼロから1っていうのよく使ってた。それは何です、何でですか。え、ゼロから1、ゼロから1、ゼロから1を生み出すっていう、うん、そのゼロから1っていうのよく使ってたね。ゼロだったものが1になったんですね。そう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 、今年なったってことなんですね。なった、1に生み出せた、企画したもの全部なった。おー、素晴らしい。だから 100% なったかな。あ、本当ですか。じゃあ言霊ってありますからね、うん、あの口で発したこととかを、うん、本当にもうそれを思ってると叶うっていうね、うん、だから大切かもしれないです ね。であとやっぱりスピードとかかな、うん、もうこの0から1にするときに、うん、あ、今だなと思ったらすぐも、すぐ行動みたいな。あ、そのタイミングがあるってことですね。もう今日今日今日みたいな、うん、それ大事ですよね、うん、思ったときに行動みたいな。まあそれ乗ってるときはいいんですけどね、うん、一旦こう休憩したら、うん、もう休憩が休暇になっちゃいますからやらなくなるからね。でも0から1にするってなかなか難しいですよ。まあ、だからね、これが今年できたんで、うん、とりあえずうん、いいかなっていう。1を10にするのは簡単ですけどね、0から1は難しいですからね。ねえ、いや、素晴らしい年でしたね。まだあと30日ありますけどね。これからそのあ、ね、この1年は振り返りますけど、うん、まだまだ来ておりますよ。さっきのね、あのミークが、モン吉さんとのトークの話ですが、はい、ハイゼットさん、モン吉さんとの番組聞いてたけど、うん、とっても今の興奮とは違ってて、うん、結構冷静にインタビューしてたんじゃないですか。憧れの人って言ってたのに、あんなに落ち着いてインタビューしていたからすごいなと思ってたんだけど、ということで。もうだから一生懸命ミークーさんはもう冷静に冷静に抑えようと思って話してたんでしょうね、うん、あまりこっちが興奮するとっていう、もうリスナーさんのこととかを考えてて、いろいろと引き出そうと思ってたんじゃないですかね。お、それアナウンサー的な立場から見るとこの姿勢ってどうなんですか。素晴らしいです。素晴らしい。もうアナウンサーっていうのはね、うん、もう自分を売るとかいうことではなくて、人とか物を伝えるのがアナウンサーの仕事ですから。お、じゃあアナウンサーの素質は持ってる。はい、だから素晴らしい、本当にいいね、あの意気込みというかかなと思いました。なるほど、聞いてる人がね、こんな質問したらいいんじゃないかとか、そう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 、その辺をこう探って投げていたっていうことですね、うん、ですね。だからあんまりね、興奮したりしたら興ざめになるじゃないですか、うん、まあ、相手が、そうそうそう、なのであんまりね、こっちがあんまりも興奮したりとか、例えばですけど泣いたりとかするのもあんまりね、いやいや、NG、 興奮しすぎてね、NG ですよね、あ、はい、嬉しすぎて、うん、そこはじゃあ徹底してってことなんですね。そう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 、だから素晴らしいと思います。まあ、またじゃあ来年つながっていくだろう、はい、ということですね、うん。この後5時台も皆さんからのメッセージをお待ちしております。今日の番組のテーマは、今年のあなたの流行語大賞で、5時台もメッセージお待ちしています。この放送はお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディスクリニック株式会社ティーダカンカン不動産の提供で4時台はお送りしました。この後1分間の CM を挟んで、毎週木曜日の今日は、はい、ラジオでワッター自治会のコーナーです、この後合わせ第三自治会の会長さんがいらっしゃいます、
さあ時刻は夕方5時を回りました。毎週木曜日のこの5時台はラジオでワッター自治会のコーナーです。沖縄市は37自治会ありまして、その各自治会の会長さんをこの時間にお招きし、各自治会の PR をしていただくというそんなコーナーでございます。さあ矢田さん、はい、今週の自治会はどこの自治会でしょうか。はい、今回は合わせ第三自治会から、崎山峰雄会長にお越しくださいました。崎山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。今さっきね、こう名刺をこう交換させていただいて、すぐこう本番が始まると急ピッチな感じでありますけれども、崎山さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあまずですね、この合わせの地区なんですけど、第3まであるんですね。ありますね、合わせ、本番 の、 あの合わせ、それで合わせ第1、合わせ第2、そして一番新しい合わせ第3というのがありますね。あ、では一番新しいんですね、合わせ第3が。そうなんですね、新しいですね。この合わせ第3とい う、 こう地域ですけれども、市民の皆さんからこう分かりやすく言うと、どのあたりか、どのあたりってありますか。そうですね、三郷工業高校が中心にある、合わせ5丁目と6丁目の範囲になりますけどね。あの通りですね。はい、埋め立て地ではあるんですね。でこのいただいた名刺にはですね、チョンダラが描かれておりますけれども、ね、はい、これまた合わせ第三の皆さんも、はい、じゃこのチョンダラはもう伝統文化で、はい、合わせのチョンダラというね、いろいろ活動していますんでね、はいはい、で沖縄市のイベントとかでもチョンダラを見かけることよくありますよね。そうですね、はい、最近は活動は下火になっているんですが、子ども会もね、はい、子どもチョンダラをやったりして、また、学校 の、 運動会でもね、はい、チョンダラを踊ったりしていますね。今子どもね、チョンダラの取材をさせていただいたことがありまして、女子がその時多かったんですよ、ですね、意外にも、もう本当に女の子がね、チョンダラの伝統を受け継ごうということで一生懸命練習している姿っていうのが今でも覚えてるんですが、今もどんな感じですか。ちょっとこの子どもたちが受験とか、はい、そういったのを、ね、当たってしまってですね、ちょっと今小休止状態ですね、はい、小休止一旦してるということですね。その崎山会長、この合わせの第三自治会長になられて、はい、どれぐらい経ちますか。ちょうどもう、1期2年ですので、1期目が終わろうとしている感じですね、1年とだから10ヶ月とか、多分早かったような長かったようないろいろな感想があると思いますが、はい、いかがだったですか。もうあれよあれよという間に何してるかわからんうちに本当に1年以上過ぎてしまいましたね。でこの1年目とまた今年2年目になると思いますけど、はい、2年目どうですか、迎え方違いましたか。1年目はですね、何でも体験だということでいろんなことを取り組みました。それで、非常に余裕がなくてですね、気持ちが、もう体重も5キロぐらい一気に落ちるぐらいの落ちてですね、はい、やって2年目からは、少し余裕を持てるかなと思ったらですね、逆に2年目からが実は周りがですね、1年目だから遠慮してあまり仕事を与えなかったと、はい、でもサポートを皆さんしてたって、はいはい、で2年目だからこれも今度からはできるでしょうという形でですね、さらに仕事が増えてですね大変ですね、2年目から少し自分の時間も持てるかなと思ってたんですけどね、全くね、じゃあもうさらに体重とかも、もう体重はですね、やはり落ち着いて、きまして少し、はい、戻りましたけどね。そんな崎山さんなんですが、崎山さんの趣味って何ですか。趣味といえば私は写真が好きで、写真をしながらですね、実は旅行も好きなんですよ、はい、で前サラリーマンして、終わってですね、はい、一人で日本一周の旅を車でですね、はい、やったの今でもまだ再度それをやりたいんですが、もう自治会長に、日本一周ですか、はい、これって時期とかってあるんですか。いや1年間ですね。あ、365日、はいはい、365日1年かけてお一人で全国各地を回ったんですね、はいはい、仕事は、はい、やっぱり沖縄の男子というのは、はい、なかなかとうとうめの時だっていろんな行事があって、長らく家を空けることできないんですけど、ね、そうですね、今回は思い切って家族に相談してですね、はい、今回お父さん
1年間いないと思ってくれた、すごいですね。思い立ったとしてもなかなかできないですよ、はい、これは、ね、はい、じゃあもう夢が本当に一つ叶ったというか、ね、はい、いろんな体験させてもらいましたね、その中でもやはり写真も撮りつつということだと思うんですが、そうですね、写真撮りながらですね、はい、一番なんかこれがいい出来だっていう写真ってどんな写真、うん、いろんなまあ旅行の写真はもう記念記録写真みたいなもんですからね、うん、もういろいろそれぞれその場所その場で、撮ってきて、まあ、1000枚以上ありますのでね、まあ、これを高校 の講演会でですね、うん、話をしたり中学校の持って行って話をしたりですね、うんうん、やって、これまで来ましたね。でこの、まあ、日本一周経験されたじゃないですか、はい、改めてその一周終えた後に、はい、日本の広さってどうでしたか。あ、やっぱり日本素晴らしいなとは再認識、もっと見たいなという。例えば、うん、同じ場所でもですね、時期季節を変えて、また行ってみたいなというのがあるんですね、うん、なるほどね、やっぱりもう一回再度この頑張っていればもう一回いけるかなということで頑張っていますね。じゃあこれ自治会長になる前の話ってことですね。前の話だから、自治会長になってからはもう旅行の話は一切できなくなりましたね。なるほど。でもそれまでにでね、こういう形で叶ったっていうのはね、すごいね、いいですね。リスナーのですね、テントーさんから、はい、メッセージが届いてるんですけれども、はいはい、日本一周ってキャンピングカーでですかっていうことですが、当初それも考えてたんですけどね、はい、やっぱりキャンピングカー居住性はいいけど、その機動性がないということで、はい、まあ、ちょっとバンタイプの車をですね、購入して、それに、まあ、夜はこのシートをフラットにしてね、眠れるようにしてですね、車中泊、ずっと車中泊ですか、はい、じゃあ1年。そうですね、すごいね。一番心に残ってることとかって何かあります？もうそれぞれでも一番また、途中でですね、ちょうど2007年のことでしたんで、はい、新潟に行った時、新潟沖地震があってですね、ちょうどそれにぶつかってですね、うん、3日間その刈羽村というところでボランティアをして、はい、ね、でそういう状況ですから、その新潟はあまり観光してないということですね。で再度行ってみたいなということはゆっくりね、まあ、でもこういう日本一周の経験があるから、うん、まあ、合わせ第3に戻ってきた時に、うん、まあ、地域の皆さんとの関わりだったりとかイベントの立ち上げだったりとか、すごいヒントになったんじゃないですか。そうですね、やっぱりいい旅をしてさせてもらったんで、何か恩返ししたいと、うんうんうん、地域にですね、ということでもうボランティアをあれこれやってですね、まあ、ボランティアの先山と言われてましたけどねそのところが、それ最近はこれもボランティアもなかなかやりづらくなってきてますね。まあ、でもこう地域の皆さんからすると、あ、崎山さんでこういう活動以前されてたんですねって知らない方もいらっしゃるんじゃないですか。そうですね、うん、さあ崎山さん、この合わせ第3の魅力、はい、とか教えていただきたいんですけれども、はい、いかがでしょうか。やはり、まあ、まとまっているというんですか、地域場所がですね、まとまって一塊になっているというのが一番の魅力ですね。合わせの5丁目と6丁目、そのが、はい、きちんと、町ができてるということでしょうかね、うん、ラジオネームハイゼットさんからいただきましたけど、はい、合わせ第三地区の自治会、自治会館のところの隣の河川は埋め立てをしたんでしょうか。はい、はい、そこ地域はもう合わせ第三自体が埋め立てなんです。で、公民館のそばも大きな川が流れていますね、うん、で、沖縄市にはその防災カメラ、監視カメラが3台あるんですけどね、はい、そのうち3台のうち2台がうちの公民館の屋上についてるんです。あ、そうなんですね、はい、そこがやっぱり水位の監視を常にやってるということですね。資材配達で 2,3 回現場入りをしましたが、詳しく見てなくて、なんかゆくれるように屋根付きのテーブルや椅子も作ってるようでしたけど、区民のためになんですかね、うん、遊び場の公園になるのかな、上等だなと思いましたよといただいております、はい、そうですね、今公民館の隣にですね、昔 の戦前の海中道路というその後の違って、はい、そこを今公園工事してるんですよ、うんうんうん、でウォーキングコースを今作ってですね、まあ、遊びは東屋とかも作っていますんでね、非常に楽しみにしていますね。さあ、この合わせ第3という地域ですけれども、まあ、子どもたちまたはこうお年寄りの皆さんっていかがでしょうか。かつては子ども会がもういっぱいあってですね、非常に賑やかだったんですけども、子どもたちがもうやっぱり
時代が変わったんでしょうかね、うんうん、あのやっぱり塾とかそういったのがなかなか活動が、厳しいのかなと、逆にお年寄りがとても元気ですね。じゃあこの地域のお祭りなんかにもじゃあ駆けつけてくれて、はい、もうそうですね、同人会の、協力でいろいろこうやってる行事がいっぱいありますね。さあこれからも12月も2016年ラストの月ですけども、はい、合わせ第3自治会として忙しくなりますか。もう自治会の行事としてはもう敬老会が大きな行事でしたので、はい、これが終わりましたね、一段落ですが、あとも、まあ、自治会長としての仕事はいっぱい残っておりますね。さあもうということで、このラジオで終わった自治会のコーナーの中も、はい、37自治会のまあ皆さんを、ね、お招きするということなんですが、もうだいぶこの自治会長さんにもお越しいただきましたね。そうなんです、残り8つほどとなってきましたので、もう30ほど、もうお越しいただいたということですよ、はい。さあ、あの崎山さんからこうラジオを聞いて皆さんに、まあ、合わせ大さんの PR もそうですけれども伝えたいことってありますか。はい、そうですね、合わせ第三自治会は沖縄市内でも、まあ、自治会加入率が割といい方ではあるんですが、それでもまだまだお年寄りの、一人暮らしとかそういったのが増えてますし、はい、最近はアパートも増えましたね。でぜひ、自治会に加入してもらってですね、まあ、地域との連携というんですかね、いざという時のやっぱりお互いのコミュニケーションが大事かなと思ってますんでね、ぜひ自治会に加入して、いろんなまた自治会の中でもの活動がたくさんありますので、楽しい活動ですね、そういったのにも参加していただいて地域をより良くしていただきたいなと思っておりますね。で一緒にこのやっていきたいと思っております。はい、さあということでラジオで終わった自治会12月の1日、今日のゲストは合わせ第三自治会から崎山峰雄会長でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、アジクータラジオ12月の1日木曜日、今日の番組のテーマなんですが、はい、あなたの流行語大賞というテーマでやってきましたけど、はい、もうね流行語大賞が発表されたようですね。お、午後5時なので、はい、そうですね、いかがですか、今見られますか。今見てるんですけど、はい、何に決まったと思いますか。お、なんだろう、個人的にはアモーレか、うん、カミッテルが
ノミネートありましたね、はいはいはい、大賞を取ってほしいなっていう思いですね、うん、まあ、できるだけね、その、はい、まあ、前向きなね、うん、ポジティブなやつ選ばれてほしいなと思いますよね、はい、年末恒例の2016ユーキャン新語・流行語大賞の年間大賞とトップ10が、1日の今日発表されました、はい、年間大賞はですね、神ってる、おっ、こちらに決まったそうです。素晴らしい。広島カープのね、はい、優勝、25年ぶりの優勝もそうですけれども、鈴木誠也がいらっしゃるね、2試合連続の、うん、まあ、サヨナラホームランか、まあ、これが、まあ、スポニチとかで、うん、神ってるっていう風に表現されましたけどね。そうですね、あの監督がもうやっぱり自分たち神ってますね、持ってますねって言ったのはね、気持ちよかったですね、うん、でさすがやらゆみ、はい、この他トップ10にはサッカー日本代表のディフェンダー長友佑都が女優の平愛梨さんとの交際が発覚した際に発した、僕のアモーレ、おー、来ましたか、タレントベッキーと人気ロックバンドゲスの極み乙女のボーカル、との不倫報道を、はい、発端に芸能界で次々と発覚したスキャンダルを称したゲス不倫、うん、世界規模で人気となったピコ太郎の PPAP、 社会現象となったポケモン GO などが、まあ、トップ10に入ったということですね、はい、なるほどね。でも本当にこうやって見るといろんなことが今年あったなって感じしますね。もうなんかめっちゃ昔の話のような感じ聞こえましたけど、はい、でも広島カープはね、言ってももう最近か、うん、もう今年は本当なんと言っても広島カープだったんじゃないですか、今年の年は。そうだね、うん、まあ、日本シリーズ日ハムと戦って、はい、黒田選手が投げて、はい、途中で降板したじゃないですか、うんうん、あそこの試合がすごいポイントだったのかなっていうのもありましたけど、なるほど、まあ、でもそのセリーグを制した、うん、はい、その広島の9位の中から、うん、はい、まあ、カミッテルをが今年の大賞に選ばれたということですね。あ、いいですね、これはもう日本の人たち皆さんがの願いだったかもしれないですね、 これ、うん、このね、大賞はよかったマジでよかった本当ですね、よかったです、うん、ちなみに去年覚えてますか。去年もちょっと野球絡みですけど、野球絡み、あ、なんだろう、野球絡みですか、もしか二刀流とか、あー惜しい、あ、大谷投手系ですか、じゃではなく、惜しいですね、なんか2じゃない1じゃない、その上だな、3ですね、何ですか、トリプルスリー、あ、トリプルスリーで爆買いっていうのが、まあ、昨年の爆買いね、うん、もう昨年ですか、爆買いなんかもっと前のような気がしますけれども ねえ、あ、まあ、2年続けてこの野球絡みが、大賞に選ばれているということですね、うん、はい、いやー、でもマジでよかったな、うん、しみじみゲスとか、うん、あんまりいい風にちょっと ね、まあ、もちろんアーティスト名ではあるんですけど、うんうん、そこだけ切り取られるとね、やっぱ思い出す時にやっぱりうわーってなっちゃうんで、そうですね、うん、1位が神ってるで本当よかったですね、よかったですね、アモーレもいいですね、またね。でちなみに来年、その広島カープの、はい、まあ、パレードをやるやらないの話なんですけど、一応聞いた情報によると、はい、まあ、やるんじゃないかと、このホームタウンの沖縄市でってことですか。そう、ゲートのところで、はい、ただこうすごいこう車が、はいはい、オープンカーで風船があって、うん、沿道で何千人何万人駆けつけてっていうあんな大きなものではないんじゃないかっていう話は聞きましたけどね、はいはい、あ、じゃああんまり公表せずにってことなんですか。いや、いいと思うんですけど、はい、ただこうイメージしてる、はい、よくね、そうですね、日ハムが優勝して、はいはい、もうパレードみたいな、もうすごい何万人も来たっていうのがあるじゃないですか、うん、はい、ああいう盛大な感じではないっていうのは聞いたんですけどね、はいはい、あ、そうなんですね、うん、でもパレードやるとなると相当人が来そうって感じはありますけどね。だからね、トモブンさん、はい、なんやかんやでだると思ったさ、神ってる、沖縄市的にもまた盛り上がるねということでいただきました、うん、はい、ありがとうございます。さあ、ピーチベルシルバーさんからも、昨晩は誕生日で長女がブレスレットの手作りで、次女が半年かけて星砂や、貝を集めて箱に手紙を入れて
渡していたよと。ああ、なるほど。うーん、俺は弁当代をもらい、お昼を食べずに貯めたお金で、カバンと洋服をプレゼントしたよということで。素晴らしい。あの奥さんと、はい、で奥様とこのお子さんが同じ誕生日ということで。あ、そうなんですね。なのでお一人お一人にはこうやってプレゼント、うんうん、いいですね。弁当代をこう、もう使わずに、ね、使わずにね、コツ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 と貯めてたわけですね。コツコツ、うん、いや、愛ですね。愛ですね。アモーレですね。あ、ここではい。マンジじゃない。あ、マンジ、あ、そっか、マンジ結構気に入ってますね、モーリーさんね。いや、まあまあまあ、まあ。ワオのカオリーさん、はい、あ、これさっき読んだか、ベルプラマスクさんだ、今日は朝から用事があって早くから外出、用事終わりましたがもう仕事したくないので、うん、人に押し付けて脱出、これからパンの差し入れ行きますということで。もう来るんですかね。あ、本当。あ、こちらに、うん、4時50分のメールなんですけども、はい、多分もしかすると車の中で聞かれてるかもしれませんね。ああ、嬉しいです。じゃあ僕ら到着待ちということで。本当ですね、はい、どんなパンがやってくるんでしょうか。おー、これから、ね、今5時20分過ぎたところですけれどもね、はい、お腹空いてますよ、こっち。本当ですよ。こちらも行きましょう。ラジオネームともぶんさん、ですね、個人的にはオムライスかなということで、今年の流行語、ともぶんさん的にね、はい、去年は冷やし中華にはまり、今年はオムライスにはまり、食堂ではオムライスよく注文していたよ。うん、分かったのはただ一つ、自分で作るオムライスが一番おいしい。あ、オムライスってさ、基本的にジャカジャカ系でケチャップたっぷりチキンライスなんだけど、お店によってパラパラ系もあってからさ、つまり普通に塩コショウを効かせたチャーハン作って、うん、それに適当なケチャップかけて炒め、卵をかけたら、はっさしにおいしい。卵焼いてチキンライスフライパンに少量入れて、うん、ひっくり返すの難しいけど味は最高。チャーハンからのオムライスおすすめよ。2日前も、作ったけど卵にくるんだやつは取ってないな、ということで。あ、ともぶんさん、うん、すごい料理されるんですね。ね、チャーハンからのオムライスっていうことですかね。うーん、男飯って感じですね。チャーハンも作れて、またあ、写真今添付してありますけど、はい、色がいいですね。あ、色合いがいい。色合いが鮮やかですか。うん、めっちゃご飯が進みそう。あ、ケチャップですか。うん、醤油かな、これもしかすると味付けは。なるほど、茶色な感じで塩と胡椒少々かな。でも美味しそうですね。うん、という感じで今日のメールいただいておりますけれども、はい、今日の番組のテーマ、今年のあなたの流行語大賞ということで、うん、まだまだメッセージお待ちしております。メールは 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp でお待ちしています。さあ、もう12月に入りましたのでね、はい、ラジラジの中でもこのクリスマスソング関連をかけていけたらいいなと思っております。はい、じゃあ柳井美さんのところでまたツイキャスの更新も、はい、はい、お願いしたいなと思います。はい、ツイキャスを今ですね更新いたしました、うん、はい、はい、ではでは、じゃあ曲を一曲お送りしましょうかね。はい、どうですか、クリスマスソングって言ったらこのアーティストかなっていう。誰でしょう、クリスマスソング。まあ、今トマブンさんからチキンライス あのリクエストあったんですけど、はい、もうちょっと寒くなってからお願いしたいなっていうのがあって。あ、チキンライスはね。そうそうそう、ね、別の曲にしようかなと考えてますけど、うん、でも今流行りのあの曲でもいいですか。うん、あの星野源さんの恋。はい、星野源さんの恋がありますかね。 あるんかな、これ FM 小座に。あの逃げ恥だっけ。そう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 、あ、なるほど。うん、じゃあこの曲を聴きましょうかね。はい、お願いします。はい、いや今すごいですからね。本当ですね、視聴率なんかもね、ね、どんどん上がってるみたいですね。2桁にいったということで、すごいことですよね、これってね。そうですね、うん、もう徐々に徐々に毎回毎回上昇していくっていうのね、うん、楽器もうなんかダンスがあるんだよね。
そう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 、恋ダンスっていうのもね、流行ってるんですよね今ね。あのこのドラマのエンディングで皆さんキャスト陣が踊っている恋ダンスっていうのが、あ、それがやってんだ。そう、それを皆さん真似してね、多分沖縄の余興とかでも披露宴とかでも、あ、もう入ってる、ちょくちょくあるんじゃないかなって、もう流行るんじゃないかなと思いますけどね今年は。なるほど、うん、じゃあ星野源のナンバーから、はい、恋。レジクタラジオ、みんなレジレジカジルタクダイタラジオ、みんな
てね。バイバイ。カフー日常保育園プレゼンツ未来家内。さあ5時30分になりました。子どもたちのコーナー未来家内の時間です。このコーナーは社会福祉法人人福祉会道塩保育園カフー三里保育園の提供でお送りします。さあ今週は沖縄市のカフー三里保育園の子どもたちの声、特に今日はジャガイモ植え付け体験の様子を聞いていただきたいなと思います。最近あの保育士の皆さんの、まあ、協力もありまして、うん、園庭の方にこの家庭菜園ができるこの場所ができたんですね。あ、そうなんですね。でそこに今回、来年用の、まあ、ジャガイモの、まあ、植え付けということで、うん、子ども一人一人にこの小さいジャガイモを手渡しまして、芽が出てるところをちょっと上に向けてっていうねアドバイスも入れながら、まあ、寒空の下だったんですけどね、はい、子どもたちの植え付けの様子を聞いていただきたいなと思います。上等だね。ひびき先生が作った。ひびき先生一人で、うん、一人で、みんなで、みんなで、先生で、みんなの先生で、みんなの先生で手伝ってよ。他の先生、皆さん畑ができたからさ、みんなの大好きな虫さんたちのもう一回お話しするよ。はい、ごめんね。おしゃべりが多かったよ。もう一回聞いてね。はい、今から一人一個じゃがいも。あらららら、どこ見て話しする人誰だ。お先生、お話しする人誰ですか。お先生、じゃあお話しする人見るんだよね、お目目はね。はい、これから可愛いじゃがいもさん一人一個渡します。これ落としたりしたら傷が入ってダメになってしまうから優しく大事に持っててください。いいですか。でね、みんなに豆知識、あのさ、今日のじゃがいもさんのこれ種って言います。じゃがいもさんはちっちゃいからそのままポンって土の中にさ入れることできるんですけど、入れることできるんだけど、もっともっと大きい、みんなグーしてごらん。みんなのグーよりもさ大きいじゃがいもさんを植えるときはさ包丁で切ってからさ、ちょ切って、切ったところを乾かしてさ植えたりするんだって。おじいちゃんおばあちゃんが畑してる人、本当畑してる、じゃがいも畑ある人、本当かな。でもマモがさっきさおばあちゃんとじゃがいものこれふかふか砂かけたって言ってたよ。当たってるかもしれない。はい、じゃあこれからじゃがいも渡します。あつこ先生が穴を掘っていくのでそこに優しく入れて土をかけてあげてください。混ぜるじゃない。はい、じゃあ待ってよ、手出してください。あ、絶対投げたりしないでよ。はい、絶対落としたりしないでね。じゃあみんなでさ、ほらもう落としてる人がいる。あー、かわいそう。じゃがいもさん痛いはずよ。種がかわいい。うん、いけそれにさ、作ったーで、さっくりチェリーこれ赤ちゃんだよ、赤ちゃんのお父さん。これがお母さん。見て、目が出てる。落とさないように。落とさないじゃないよ。見て、なんか落ちるの、こういうの。赤ちゃん、目出てる。気持ちいい。じゃがいも、じゃがいもバーブ、ちょっとね。よくなるよ。じゃあ匂いしてみようか。いい匂い。嘘、どんないい匂い。虹。レクマンの匂いする。レクマンの匂い。なんか、そう。
でも泥の匂い、泥ってか土の匂いする。そうだね。あれが土の匂い。あれが何匂いする？ジャガイモ匂いしてるのに人参の匂いする人おかしいよね。そうだおかしいな。メイクマンの匂いってどんな匂いだろう？なんかイチゴの匂いする。先生ちょっとなんかキノコ。でもねどっちかといえばあまり匂いしないね。臭くないよ匂いそんなにしないよ。先生マツタケの匂いする。なそうだ匂いする。あつこ先生マツタケの匂いしたことない。マツタケ。マツタケすごいんだよ高いんだよ。桃太郎でしょ、桃太郎くん。それきび団子でしょ。きび団子、きび団子って、きび団子だよ、なるほど。なんか穴掘るんだ。つるつるしてる、つるつるしてる。はい、じゃあ皆さん、今ね、ここ引っ込んでるところ、みんなの小さな圧で歩けるようにさ、道なってるから。はい、じゃあまず、アツト兄ちゃん。アツト兄ちゃん。金魚アルカさん。あ、こっちから入る？マナ、マナカタ、どういうこと？マナ。写真も撮るから、写真できるよ。バーバラやった。チーズくん、チーズくん。入るかも。カメラ、カメラ。あそこ入って言ったよ。目がいっぱい出る。あそこ。目がいっぱい。じゃあ、モモおいで。後ろおいで。見て、ブツブツの目、目がいっぱいあるところ上にしてください。ルーちゃんだったらどういうこと？こっちじゃん、こっちにいっぱいあるよ、ほら怖い。はい、ももは目見てごらん。どこにいっぱいブツブツさんが出てる？大きくなりたいなっていう目。そう、じゃあそれを上にしておく。優しくつなぐことでいいよ。両手でかけて、うん、でお願い事してよ。大きいじゃないもなーれーして。で、うとうと。あずりにうとうとしてるよ、じゃがいもに。大きいじゃないもなーれーって。はい、じゃあトシー。トシー。じゃあ、あずたち。なんでなんかこう、うとうとするわ。トシー。じゃあ、トシー。トシー、こっち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 。次、あこちゃん。はい、どこから目いっぱい、あ、これ大きい、あ、いいね、これ上等。で、これ上にしておいて。怖くなってる。あこちゃん、見せて。どっちがいっぱいブツブツ伸びる。そうそうそう、これを上にしておいて。優しくしなかけてあげる。大きくなってねって言ってね。大きくなってやー。じゃあ、うとうとうしない。さあ、じゃがいもの植え付け体験ということで、まあ、ちょっとこう寒かったんですけどね、はい、風がビュービュー吹く中だったんですけれども、子どもたちも一人一人順番待ちでですね、うん、保育士の指示に従いながら、はい、あの向きはこんなやるんだよとか、うん、この穴に入れてねとかね、そういったこうやり取りもありましたけれど、はい、あの雨が降ってる時はやっぱりこう水やりはあのやらないでねとか、で定期的に水やりお願いしますねとかね、そういったことを毎日続けて来年芽が出て、まあ、収穫の時だ ね、 なるほどね、大きくなると。じゃあそういう食育にもなってるわけですね。そうなんですよ、うん、ね、でそれでその日に多分あの収穫した時にカレーだったりとか、はい、いろんなこの料理に、あ、自分の体の中にまたご飯としてね、そうですよね、取り入れるという。例えば自分が育てたものっていうことを思ったら、うん、じゃがいもがもし嫌いにね、うん、食べるのがちょっと苦手っていう子も、うん、もしかしたらね好んで食べられるかもしれないですよ ね、 ね。でまたこう育てていくことで、うん、こんなに大きくなるんだとか、その自分の、うん、なんていうの、
やったことがすごいこう自信になるさ、はい、うん、そうですね、ね、何かをこう育てていくってね、こうやって 成果が結果が出てっていうのがね、そうそうそう、うん、でこれから多分小学校中学校とね、はい、いろんなこの集団生活やりながら何かを育てていくっていうことをやると思いますので、うん、とってもねいい試みじゃないかなと思います。はい、明日まで未来課内、沖縄市の花風美里保育園を紹介していきます。はい、このコーナーは社会福祉法人人福祉会道塩保育園花風美里保育園の提供でお送りしました。さあ、あのコーナーの合間にですね、ベルガモットさんから差し入れがありまして、はい、これパンの差し入れなんですけれども、うん、矢田さんのところ何ですか？私のところにはですね、こちらです。じゃん、ベーコンエッグですかね。ベーコンエッグ、いやー、この大きい目玉焼きがドンと真ん中に乗ってまして、うん、そしてベーコンがサイドに包まれております。はい、で甘い香りがするんですよね、これまたね。パン嗅ぐとき目つぶるんですね。そうですよ。あ、いい香り。じゃあ食レポどうぞ。すいません、はい、さあ食レポってね難しいな、まあ、今回パンですからね、言ってもね、うん、さあ目をつぶって味を確かめております。今おいしいです。お、ベーコンが、うん、香ばしくて、ベーコンは、あ、ベーコンだ。ベーコンじゃない、ピコ太郎がちょっと引っ張ってんだ。ベーコンがカリ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 と香ばしくて、うん、またパンがふわふわしてて合いますね。お、いや、これ何個でもいけそうです。うん、あ、そう、うん、うん、はい、まだね、卵にたどり着くまでにまだありますよ、いっぱい。あ、ベーコンがまず立ち上がってんだ、うん、なるほど。これと何飲みたいですか？何飲みたいかな、これとあったかいなんかミルクティーとかいいですね。なるほどなるほどなるほど、うん、まあそんなイメージでしょうね、きっとね、うん、じゃあ食べ応えある、食べ応えありますね。これ結構一つでも満腹感ありそうですね、うん、はい、美味しいです。で、僕のはですね、もう今あのユーストで見てる方はめっちゃちっちゃいパンになってますけど、はい、あのさっき放送中に若干食べましたもん、うん、食べてて、でその中身っていうのがあのじゃがいもパンかな、うん、ちょっとこう辛めのやつなんですけど、パンのこう中にじゃがいもとでまた胡椒かな、うん、結構散りばめられてまして、でマヨネーズがこう、あるっていうそんな感じなんですけど、いただきます。お、口いっぱいにすべて入れましたね、うんうん、森さんどうですか？うん、
これね、胡椒のこの香りがさ、鼻にツーンって抜けるわけ。で、じゃがいもも、あの、ホクホクで、うん、柔らかいし、で、ケチャップが中にあるんですね。で、ちょっと、あ、辛いなって思った時に、ケチャップのところに、こう、口を伸ばせば、ホッとするっていう。ホッとする。頑張りましたね、もう。で、さっきも言ったんですけど、体があったかくなる。なんか知らんけど。喉元が熱い。胡椒で。胡椒で。はい。じゃあ、スパイシーな感じですね。なので、ちょっとこう、お腹空いてきたな、刺激のあるものっていう時にいいかもしれません。森さん。はい。ようやく卵にたどり着いたんですけど、はい、めちゃくちゃ美味しいです。お、卵とマヨネーズが効いてて、うんうん、これはたまらないですね。たまらないですか。はい、狙い目たまらない。マヨネーズと卵とベーコンです。そりゃそうだ。そりゃそうだ。じゃあ本当にマヨネーズの味が美味しいんですよ。あのクリーミーでね。店頭さん、はい、チャラミー、味を言ってっていうことで、はい、うん、世田谷のコーラゼロさん、こんにちは、仕事の合間に数ミーしています、パン美味しそうということで、はい、いただいております。うん、うん、本当にこのやっぱりこれはもう間違いないですね。この卵とベーコンとまたパンにくるんでまたマヨネーズですよ、うん、このコンビ素晴らしいですね、やっぱりね。もうじゃあ明日からやらけでも作るね。本当にこれ作れるんだったら作りたいですね。でも結構凝ってるんですよ、うんうん、またこのね、このパンの耳のところが若干こう、あの焼き加減というかさ、きつね色してて、はい、このカリッカリなんでしょうね本当に、うん、ベーコンがあのより外側の方はカリカリなんですけれども、うん、卵に近いところはよりちょっとまろやかみたいになっていて、そこのまた楽しめますね、その味もね。楽しめる、はい、うん、さあこれお値段いくら。これお値段いくらですかね。あの、はい、すいません、あの僕もそうなんですけど、はい、お互い食レポはあんまり向かないみたいですね。いやいや、ね、あの本当は向くんですけど、うん、もう毛利さんの業種が怖くて。本当は向くんですけど。あのめちゃくちゃ今まで食レポをいっぱいやってきましたから、かなり今自信があったんですけど、うん、もうモーリスが近くでももっともっとっていう顔で見てきたので、すみません、ちょっとなかなかうまくいきませんでした、失礼しました。ベルプラマスクさん、差し入れ入れて帰っちゃいました、すいません、逆にお菓子もらいました、ありがとうございますということでいただいております。はい、ごちそうさまでした、ありがとうございます。お腹空いた時にね、このパンがあるとね、またパンとコーヒーとかいいかな、あと熱いお茶とかね、ですね、うん、ありがとうございます。昼間の奥さん、はい、トゥルバってた、遅くなっちゃった、昼間の奥さんよ、アジキュータの皆さんこんばんは。流行語って私の中のってことで、台風来ないでですね。じゃあこんな時間と天気で目も見えにくくなるからバイバイ。あ、確かにね、昼間の奥さんとかね、うん、あのそういう八百屋さんとか、うん、そういうところとかはもう台風っていうのが一番ね、うん、結構脅威だったりするとは思うので、今年野菜がね、うん、やっぱりこの台風とかの影響で ね、 ちょっと高騰してますけれども、まさかこんなに値段が上がるなんてっていうね。本当ですよ、野菜がたまに並んでない時とかありますからね。あ、そっかそっか、はい、まあ、今年は7月までかな、はい、沖縄本島は、うん、まあ、沖縄本島はというか台風が発生しなかったっていう。そうですね、もう観測史上何番目かの遅さとかっていうのありましたけど、うん、でしたよね、はい、そうだったな、こう夏の出来事か。うん、トモブンさんからもいただいております。先ほどの星野源さんの恋ミュージックビデオも面白いよ。うん、ダウンタウンの浜ちゃんのわらばがベース演奏してるよということで。あー、なるほど。へえ。だ、そういうこう、まあ、見どころっていうかね、もあるっていうことですね。うん、ベルプラマスクさん。え、マジか。さっきあのパンの値段があったじゃないですか。はい。あなたが食べたのがベーコンエッグ。はい。おいくらだと思いますか。おいくらだろう。まあ、食べた感想。相場は多分150円ぐらいであってほしいなっていう。うん。あ、まだ残ってるんだ。
そうそうそう、そんな、まだ食べてない。はい、まだ食べてないですけど。これ女性としてはこの1枚でどうですか？結構もう満腹感ありますね。満腹感ある。もう本当におかずパンっていう感じですね。なるほど。うん。ベニーモメロンが60円。60円 ?60 円。あとは99円。ということで。このパンも、このパンも99円。お手頃ですね。あ、じゃあこれも99円。100円いかないんですね。そうだね。ワンコインで買えるんだ。うん。素晴らしい。このなんか皆さんの気持ち、うん、思いがなんかいいですね。沖縄市2店舗かなあるということで、うん、宮里店と沖縄市の特集会さんがあったところのね近くにあるということで、ベルガモットさん、美味しいパンの差し入れありがとうございます。うん、森さんが美味しそうに見つめてますけれどもいや、あの4つぐらいねパンがあって、どれがいいかなって話してたじゃないですか。あなたあの散々あの黒ごまパンに目がいってて、はい、それのコメント発してたんですけど、選んだのがそれでしたからね今まで何だったんだっていうのがありましたけど、もうガチで選びました ね, ね、お腹空いてるってことでしょう ね, そうですね。ありがとうございます。ハイゼットさんからいただきました。今年の流行語大賞カミッテルなんですね。鈴木誠也選手が受賞したんですか。尾形監督がまあ最初に言ったみたいだけどね、野球界から流行語が出るのは嬉しいね。オムライス食べたいやさということでいただきました。はい、これ森さ ん, んこれ今ですね、うん、若干熱々ではなくて冷えてはいるんですけど、うん、冷えててもかなり美味しいです、うん、ああそう本当に、うん、今黄身に到達しました。黄身がまたねふんわり、おもう卵の味がそのままね、もう自然な味を味わってるっていう感じであのまだ食レポ続いてたんですね、はい、あそうですか。まあでもこれもオーブンとか、はい、本当にこれオーブンにしてもうカリカリにしても美味しいですし、もう冷めても美味しいのでね、温かかったら多分相当美味しいと思います、うん、99円って本当思えないです。ベルガモットのパンは安くてボリュームがあって美味しい、まさにトリプルスリーだね。あ、ということでうまい、店頭さんからいただいております。はい、はい、以上でございます。店頭さんいろいろかけてきましたけれども、そうですね、はい、はい、さあとにもかくにも今日から12月ということで、師走でもうあっという間に過ぎていきそうな感じもするんですけれども、はい、今度日曜日ちょっとお知らせなんですが、沖縄市のですね、体育館、はい、またその周辺の方で、沖縄市障害学習フェスティバルというものが開催されていきます。はい、まあ、これがですね、沖縄市の子どもたち